インテル 845MCH インテル845は、インテル社の Pentium 4、セレロンプラットフォーム向けチップセット及びファミリー名で、ある。なお2003年に発表されたインテル848チップセットは、内部的には、インテル865をベースとした連解版であり、本校では、詳細を割愛する。また、インテル840チップセットも全く別系統の、 チップセットであり、本校では取り上げない。インテル845は2001年9月に、インテルが発表した、ネットバーストマイクロアーキテクチャプラットフォーム向け、チップセットの名称及びファミリー名である。開発コードネームはブルックデール。インテル815以来のハブアーキテクチャで構成されており、ノースブリッジに相当する、MCH とサウスブリッジに相当する一比が、 組み合わされる。これらは、帯域幅2 6 6イト s のハブリンクにより接続される。機能は採用する MCH および一比の組み合わせにより極めて多くのバリエーションを持ち、大きな特徴としてはストラムおよび DDR ストラムのサポートと USB2.0 のサポートが挙げられる。ただし、これらもすべてのモデルが対応しているわけではない。詳細は、 書きラインナップの項を参照。インテル845は低価格な Pentium 4システムを実現するチップセットとして、インテル850の改製品として投入された。そのため、初期のモデルではシングルチャンネル動作の低速な PC133 ストラムにのみ対応していた。これは、インテル845が、 主力チップセットとして起とされたものではなく、あくまでドラム普及までのつなぎであったためである。ネーミングも同様の経緯で開発されたインテル815、同様に末尾が5となっている。しかし、インテル845は、需要の拡大とともに DDR ストラムへの対応や、内蔵グラフィックス搭載等の拡張や連価版が、次々に開発され、 多くのバージョンが市場に投入された。最終的に上位のインテル850を抑えて、ローエンドからパフォーマンス、モバイルまでを広いセグメントを包含するインテルの主力、チップセットとなった。2003年5月、後継製品となるインテル865ファミリーの発表により、インテル845ファミリーは役目を得た。インテル845は、 当時の次世代 PC 用メモリ競争をめぐる複雑な背景のもとに誕生し改良されていったチップセットである。いかに、インテル845の登場から DDR ストラム対応に至る背景及び経緯について述べる。インテル845の登場をネットバーストマイクロアーキテクチャを採用したペンテ t i 4の投入で、 約10年ぶりにマイクロアーキテクチャを刷新したインテルは従来のストラムに代わる次世代メインメモリとしてドラムを推進していたその戦略にソイペンティアム4と同時に投入された対応チップセットがインテル850であるしかし先に失敗したインテル820の頃よりは安価になったとはいえ相変わらずドラムはストラムと比較して 同容量で数倍の価格のする高価なメモリであった。その他の要因も、相まって、初期ペンティアム4用のインテル850プラットフォームは敬遠され気味で普及が遅れていた。このため、インテルの特に、ローエンド市場では1999年以来のインテル815プラットフォームが未だに主力として使用され続けていた。普及の進まないペンティアム4。 インテル850プラットフォームと旧式なペンティアム3インテル815プラットフォームの間では低価格ながら高性能と評価されていた AMD のアスロン、デュロン及びビアテクノロジーズのチップセットが存在感を高めつつあった。この状況を打開する手段の一つとして開発、投入されたペンティアム4 o のストラム対応チップセットがインテル845である。 インテル845では安価な PC133 ストラムを使用できること。マザーボード自体も、インテル850では高価な6層基板であったのに対し安価な4層基板に引き下げられるなど、プラットフォームとしてのハードルを下げることが可能であった。発表後、比較的低価格ながら、最新の Pentium 4プロセッサが使用できる。 プラットフォームとして、インテル845は受け入れられ、インテル850以上に急速に普及していった。DDR ストラムへの対応と拡張インテル845は、低速なストラムにしか対応しない点が問題として、発表直後から指摘されていた。デュアルチャンネル PC800 使用時のインテル850。 のメモリ帯域 3.2GBS に対し、インテル845の PC133 の帯域はわずか 1.06GBS に過ぎなかった。インテル自身も、インテル845は、インテル850と比して、数パーセント、十数パーセントの性能低下があるとし、インテル845は、あくまで、ローエンドであり、メインストリームクラス以上は、 インテル850とドラムの組み合わせを推奨する姿勢をとっていた。しかしドラムの価格は相変わらず割高であり、インテル850の不振により大幅な価格低下も期待できない状況が続いていた。この状況下で注目されたのが DDR ストラムである。DDR ストラムは、インテルとの対立路線をとっていた AMD 及び、ビアテクノロジーズが中心となって、 PC 用次世代メモリとして推進していた企画であり、ドラムを推進していたインテルにとっては、競合企画というべき存在であった。しかし DDR ストラムは、インテル850のデュアルチャンネルドラムほどの速度はないもののストラムの倍以上も高速であり、しかも AMD 向けプラットフォームで成功を収めており、ドラムより安価であった。このため、 市場では Pentium 4用の DDR ストラム対応チップセットの登場が望まれていた。ドラムを推進するインテルは DDR ストラムへの対応に慎重な姿勢を示していたが、2001年8月にビアが PC2100 に対応した Pentium 4用チップセット P4X266 を発表した。 この P4X266 の発売をきっかけとして、インテルとビアは曖昧だったバスライセンスの解釈をめぐる訴訟合戦に突入する。結果として、P4X266 自体は普及には至らなかったものの、ペンティアム4と DDR ストラムの組み合わせの優秀性を証明した。このため、市場ではインテルによる DDR ストラム対応が、 さらに強く望まれるようになった。結局、インテルは2001年11月に PC2100 の DDR ストラムに対応した。インテル845を発表し初の DDR ストラム対応に踏み切った。続けて2002年5月には、 FSB533MHz やメーカーからの需要の強い内蔵グラフィックスなどへの対応を行ったインテル 845EGGL を発表した。これらは同時に発表されたソケット478対応版のセレロンと相まって非常な好評となり、インテル845ファミリーは Pentium 4。 プラットフォーム用チップセットの主力としての地位を確立した。MCH であるインテル82845はメインメモリとして 3GB、6バンクまでの PC133 ストラムをサポートし、B ステッピングでは 2GB、4バンクまでの PC2100DDR ストラムのサポートが追加された。なお B ステッピングでは、 ストラムのサポートも引き続き行われており、B ステッピング搭載マザーボードで、ストラム対応とするか、DDR ストラム対応とするかは、ベンダーの実装次第である。あとのインテル845ポリエチレン、GE 以降では、PC2700DDR ストラムに対応した、代わりにストラムのサポートは廃止された。また当初は、 ECC メモリがサポートされていたが、同じくインテル845ポリエチレン GE 以降では廃止されている。ローエンド向けながら AGP2.0 準拠の AGP4X スロットをサポートしているが、当初は内蔵グラフィックスは搭載していなかった。後に、市場のニーズに応える形で統合グラフィックスも搭載したインテル 845G、逆に、 外部 AGP を省略し、統合グラフィックスでの使用に特化したインテル 845GL などがラインナップされ、インテル815同様に広いセグメントをサポートしている。CPU とは QDR 動作の FSB で接続されている。初期のモデルでは 400MHz のみに対応していたが、FSB533MHz 版の Pentium 4の登場に合わせ、 インテル 845E、G 以降では 533MHz 動作に対応している。82845シリーズは0.13マイクロメートルプロセスルールで製造され、パッケージングは、グラフィックス非搭載版が593ピンの、搭載版が760ピンの FC、部がパッケージとなっている。GMCH として、 グラフィックス機能を内蔵する 82845G 以降では、インテル 830M に引き続き、インテルエクストリームグラフィックスコアが搭載された。コアクロックを、インテル 830M の 166MHz から 200MHz に引き上げるなど、不足が指摘されていた 3D 性能の引き上げが行われた。インテルでは Pentium 4との組み合わせにより NVIDIA の 単体 GPU である GFORCE に MX200 を上回る性能とアナウンスしている。ただしコアはハードウェア T&L には対応せず、DirectX6.1 世代に止まっており、3D 性能に関する評価も高くはなかった。また 82,845G では、アドカードに初めて対応した。外部 AGP に、 安価なアドカードを追加するだけで内蔵グラフィックスによるマルチディスプレイおよびデジタルアナログ TV 出力への対応が可能となった。また32ビットカラーへの対応なども行われたことでより近代的な仕様となっている。初期のインテル845では一比として一比2が採用された。一比2はインテル 815E、810E2 等で 採用された実績があり、ウルトラ ATA100 や4ポートの USB1.1 及び AC97 音源やニア、イーサネットコントローラの内蔵など、当時としては、標準的な機能をサポートしている。後期のインテル 845E-G-GL 以降のモデルでは、新規に ICH4 が採用された。EH4 では、USB2.0 コントローラを統合したのが、 最大の改良点である。インテル845の上位ファミリーであるはずのインテル850ファミリーでは ICH4 への対応をしなかったことで、インテル845ファミリーは USB2.0 に対応した最初のインテルチップセットとなった。またモバイル向けモデルには一比三 m が採用されている。インテル845は DDR ストラムへの対応後も CPU に対するメモリ帯域が不足していたが安価かつ使い勝手の良い機能を搭載していたことで急速に普及した。特にインテル 845G、GL 以降のグラフィック内蔵モデルの普及により、インテルのバリューからメインストリームのプラットフォームは1999年以来使われ続けた旧式のインテル815。 810ファミリーからようやく世代交代を果たし、ネットバースとマイクロアーキテクチャが、名実ともに、インテルの主力となった。インテル845ファミリーが、個人ユーザーから、大手の PC メーカーにまで広く支持されたことで、PC 用の次世代メモリはインテルが推進してきた。ドラムではなく DDR ストラムとなることが、決定的となった。 DDR ストラムに対応した B ステッピングの投入後もインテルは性能に優れるインテル850ファミリーをハイエンドワークステーション向けとしていたが2002年11月にはワークステーション向けチップセットとしても DDR ストラムのデュアルチャンネル動作に対応した E7205、E75005 チップセットを発表したこれによりインテルのドラム路線からの撤退と すべてのセグメントでの DDR ストラムへの一本化が明確になった。また末尾に5を付与されたインテル815がインテル820にとって変わったのに続き、インテル845もインテル850にとって変わったことで、以後のインテルでは主力チップセット候補に対し末尾5が命名されるようになる。インテル845は最後まで、 ハイエンド製品ではなかったが、インテル CPU のマイクロアーキテクチャの交代を促し、さらにインテルの意に反する形ではあったが、PC 用メインメモリ競争の勝敗に決定的な役割を果たした。これ以降、2007年のコアマイクロアーキテクチャ投入まで、インテル845により作られた方向でインテルおよび PC 業界は進むことになる。なお、 インテル 845D は、インテル845の B ステッピングが実際に登場する前に予想されていた通称名であり、インテルの正式名称ではない。ペンティアム4の船では、前途多難。インテル、国内でもペン4用新チップセット、845、発表。ありがとうございます。